までにも結構もらってて嬉しい。こんな感じ。前にもしたよね。タコさんありがとう。こんな感じで私にランダム商品をですねプレゼントするとこんな感じでこう開封のショールーム不定期開催になります。嬉しい、大好き、ランダムの開封好きなんだけど自分じゃさあんまり冒険できないから買わないんだよね。そうだから嬉しいです、もらえるのね。オリックス見れたい、中川選手欲しい、すごく欲しい。なんかジェネシスベースボールカードプレミアムジェネシスと、あともう一個なんだこれ、ルーキー、ああ前ももらったやつですね、前ももらったやつ、ピンクダルマありがとう。ありがとうダルマ。こいつらちょっとちょっとルーキーから行こうかな、ルーキーからこれこうやってこうやってピッて開かないやつかな、このやつ、このやつ、よし、ハートありがとう。あくまさんありがとうございます、ピンクのくまさんありがとう。久しぶりすぎてコメントの仕方忘れて、おはようとかこんばんはとかでいいのよ。明日劇場ありがとう、待ってます。全然すごい開け方ミスったけど大丈夫かな。ハートありがとう。お、ルーキーなのでね、今年入ってきた選手のカードです。ね、開かない。1枚目じゃん、阪神タイガース125番、育成ですね、すごい育成の方です。甲子園、中京大、中京大あれですね、1個上だけどルーキー、誰だ、伊藤選手、ピッチャーですね。阪神。次に続いて古賀選手22、西武のピッチャーじゃ、間違えた、キャッチャー、知ってる方。大学生、中央出身、この方も1個上ですね。続いて、あこの人知ってます、北山投手、この人すっ、この北山投手はもうめっちゃ有名だよね、今年のルーキーの中でもめっちゃ有名、もうだって欠かせないですよね、欠かせない選手な気がします。私はガリバーバーグ食べてないですよ、今日ね、今日ご飯ね、びっくりドンキーだったって話でね。もう嬉しい、ちょっと嬉しいかも、北山投手です、よくしてやられてました。じゃーん、続いて中日、ブライト健太選手、この方も大学、ああ大学
大学生のルーキーがめっちゃ出ます。なんで1個上ですね。ってことは来年は私と同い年の人がいっぱいってこと。ソフトバンクホークス、それお早稲田創実出身だ。あ、同い年、わー、野村大樹、大樹っていうのかな、野村大樹選手。ちょっとこれ以外のちょっと情報がなくてあれなんですけど、139番、これドラ1、兵庫県出身、同い年です。ソフトバンクホークスです。あ、ちょっと待って、嬉しいカード見つけちゃった。その前に横浜ベイスターズ、やばい、なんかドラフト会議みたいになってきた。横浜ベイスターズ103番なので育成の方ですね。村川選手、村川凪選手、大学で盗塁王だって。足が速いのね、なるほど。外野手、四国出身だよ。四国しちゃ違うね、広島出身だけど四国の何入団ってなってる。二個上なんだ。社会人でってことかな、そういうことかな。ちょっとこれ最後に撮っておきましょう。オリックスバファローズです。横山選手、宮崎県出身、ピッチャーですね。すごいなんか躍動感あふれるこのなんか選挙のポスターみたいじゃない、なんかえいみたいなまあオリックスですね。お、こんな感じ。そして我らが千葉ロッテマリーンズのジャーン・ケダライト選手出た。うれしい、やったーやったー、うれしい、やったー、うれしいなー。私の1個上で今年のドラフトでした。今年のドラフトじゃないね、去年のドラフトでした。ドラフト2、あのキャンプからもね結構活躍してたりしてて、でまあシーズン通して1軍ってわけじゃなかったんですけど、たびたび1軍に上がってきては活躍しておりました。嬉しい、やった、嬉しいです。あ、八千代出身なんだ。あ、そうだ、そう、そういえばそうだった。そう、そう、ロッテ、もうロッテの申し子、ロッテの申し子でございます。こちらケダライト選手です。皆さん覚えて帰ってくださいはい、ってな感じで、まあ普通に本当にロッテの選手出て嬉しかったです。やった、ルーキーだと初めて出たよね。初めて出ました、やった、嬉しい。こんな感じでそうあ、EX 大衆、あ、モノクロなの？え、初めて知ったんだけどモノクロなんだ。あんなに頑張ってさ、チェックのあれにしたのに悲しい。おそろのチェックにしたのに悲しい、ちょっとじゃあ続いて最後こちら、ジェネシス開けます。ジェネシス何が入ってるの、なんかここに令和の怪物さんも入っているとの情報ですが、どうなんでしょう。あ、ありがとう、あ、ハートいっぱい、ありがとうございます。ありがとう、めっちゃくれるやん、ありがとう。お、なんか初手からめっちゃいいカード引きました。ジェネシスいきます。じゃーん、おー、めっちゃいい、めっちゃ、ね、待って、めっちゃいい、嬉しい、
ハートありがとういっぱい。塩見選手、ヤクルトのね、ヤクルトの塩見選手出ました。嬉しいな、嬉しいです。今シーズンも大活躍。うん、嬉しい。なんかこのさ、カードのここがめっちゃ好きなんだけど、これここ、ここがめっちゃいい。え、めっちゃいい、いいな。チンチンス、あ、ネズミカップケーキありがとう。ヤクルト頑張ってほしいですね。どっちが勝つかな。はい、そして次、戸郷投手です。ジャイアンツのちょっと待って、あの6月3日のロッテ戦で佐々木朗希に投げ勝つとって書いてあるんですけどその情報いりますかえ、いらないですよねこんな感じ。知ってますね、もちろん、もちろん知ってますとも。同い年なんだ、宮崎県出身、同い年。ストレートとフォークは一級品だって書いてあります。ジャイアンツのエース。おお、なるほど。セリーグの情報ありがた。ああちょっと嬉しい。あ、あわあ岸投手です。楽天の、うわうわ、もう何回やられたことでしょうね。ええええいやでも嬉しいですよ。いやもう、もう、もうね、もう、いやーちょっとちょっとちょっとピッチャーですけど、え、じゃあこうは、え、こう打てる、これこうだ、こう来たら打てるかなこう来たら打てるのかな、どうちょっと微妙じゃない。1打席くらいは打てるかな。まあまあ、でも塩見選手だったら打てるんじゃない。ちょっと強いわ、ここはちょっと強いわ、この流れは強いわ。ちょっとやばいわ、なんか嫌になっちゃうわ。あ、なんかすごいカード出ちゃった、やばい、どうしよう、待って、これ各方面からちょっとやばい。ギーターです、ギーター、柳田選手です。いやーん、ちょっと各方面からちょっと、え、ギータ出たのかよってなっちゃうです。どうしましょう5月3日のオリックス戦で山本由伸から満塁本塁打オリックスファンのしん、あのちょっと絶妙な心情。これちょっとやばい、いいカード引いちゃった。いやーん、ありがとうくまさん。いや、ちょっと待って、え、どう、待って、こうだったら、え、これはいけるよ、絶対に、これはいける、これに、しかもこれが来たら、ね、どっちも外野だなどっちも外野手、こう来たらこういけるんでは、一本出そうよ。いや、一点取れる絶対。うん、これはいける、わ、なんかいいかも。そしてですね、なんと最後はですね、我らが千葉ロッテマリーンズから、やったー、嬉しい、佐藤俊哉選手。さっきもあのファンの方が多分引いていただいてたの中にあったんですよね。佐藤俊哉選手です。いや、もうお世話になりっぱなしですよ、ロッテさんは。やったー、出ました。そう、東洋大出身なんですよく知ってるねそう、ってことはだけど、待って、ちょっと待って、あら、あら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 しちゃった、あら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 、
これはいただき物ですこの間サード守ってましためっちゃおもろでも頑張ってます、本当に頑張ってますとか言って、私が言ったらちょっとあれなんで、頑張ってる選手の一人です、本当に。もう本当にもうここにも書いてあるんですけど、ファーストでスタメンだったのに途中キャッチャーになってまたファーストになってみたいな、すごいもういろんなポジションを守ったりしてて、でもやっぱりそれにはやっぱり本当打撃がもうやっぱりピカイチなので、そこのなんか勝負強さとかね、やっぱり井口監督も期待してたところだったと思うので、大変だったけど今年はいっぱい守ってくれました、ありがたいってか感じでして、でした。いやどうかな、どうよ、試合できそうだけど、5人で試合できそう、でもちょっと待って、こう来たらどうかな、こう来てさあ、こう来てこれはこれ対これみたいな、これ対これはバーサスこれあーおかしいこれやばいっしょ、ちょっと待って、強すぎたかな、ダメじゃない、ピッチャーの引きちょっとやばいんちゃう、えエースばっかりやん、ピッチャー強いっす、ちょっと強かったっす、ちょっと強いっす、ちょっとやばいっす、こちらもひるむレベル、怖っ。まあでもやっぱベストナイン経験者もいますし、私うちの期待の佐藤俊哉選手もいます、勝てるかもしれない、ね、私的にね、あのね、もしかしたらだけどこれはいけるかもしれない、一人だったらこうは いけそうね、あこれいけそうです、ワンチャンいます、こんな感じでいっぱいカードありがとうございました、楽しかったです、開封大好きやっぱり、おもう11時6分だ、爪ゴールド、そう黄色なんだけど、火曜日あたりにちょっと撮影があって落とさなきゃいけないんだけど、明日のサムネイルまではちょっと黄色でいようかなと思って、サムネイル楽しみ、何も練習してない、やばい、確かにこうピッチャー陣ほぼ日本代表やん、あかんで、 WBC です、そう開封系好きなんだよねとか言いつつ、だからそのなんていうの、ランダム系はほんとに怖いから買えない、もう最近私はアイナナしか買わない、ランダムは。昔はジャンプ系とかも買ったりしてたんだけど、なんかアイドルはまだいいのよ、アイドルの個々が出るんだけど、なんかジャンプ系のランダムってこうなんて言うんだろう、キャラクターももちろんあるんだけど、シーンとかもやつとかも欲しいなとかってなっちゃうと、なんか結構ねあれなんですよ、偏っちゃったりするんですよ、キャラだったらまだいいんですけど、そっちはねちょっとねと思って、なんか結構いろいろありまして、自分も経験をやって、もう一時期は本当に歌プリの、それこそ歌プリのなんかミニフィギュアみたいなやつが欲しくて、あそうだ、なんかさとみながね、そう歌プリにハマって、さとみなとまほっぴょんもハマってて、そうだちょっとグッズもそうだ送ろうって思ってたんだ、そうだ、そうだから最近はアイナナのパシャコレとかしか買わないぐらいになっちゃったね、そうだからランダムもらわないと
もらわないとほぼ持ってなかったりするね。サインかジャージ。まあ私子育て中なの、愛なので月に1回あるやつ、私が。あのね、この59分までなんですよ。そうで、明日から稽古が始まるのだからちょっと怖いから。でも明日の場面はマジで本当セリフがマジで本当3行とかだからまだいいんだけど、怖いから、そうか、台本1回バーって読んで寝たいよね。ね、だから早めに終わろうと思ってて、15分くらいで終わろうと思ってるんだけど、いいですかね。46分だから16分17分くらいまでやろうかな。ねえ、なんかなこちゃん卒業寂しいですね。HKT さん、子育て。そう。舞台の日程で時間早く発表してほしいなって、なんだろう。何の話だ。か見て。まあそうね。トップエールネオ。愛ちゃん何話したの？次男じゃない、長男か。坊やの話。うちの弟くんね。お兄さんじゃないからね、言っとくけど、うちにとっては坊やだよ、坊。はあ、うん。何ちょっとしたんだっけ、あ。めっちゃ喉乾いた。飲み物飲みたいけど何も飲み物が手元にない。悲しい。ああ公演時間、ああそれはちょっと私からはまだ言えないですねちょっとどう捉えていいか分からん。言っていいのか言っていい悪いのかダメだから分からん。私もまあよく分かってないです、正直言っちゃうとまだ分かってないところ多すぎ。あーそういうこと。あいちゃんのためにコンビニ行ったり。あーまあそれはある。まあでも私にもしてくれるよ、なんかお疲れ様みたいな感じでそうやってくれたりとかするの、まあ優しいやつです。優しい坊や、やさ坊。あ、見てください。これね。私が今、あ、ちょっと死んでしまった。あ、死んでしまった。これが今日の夜の59分くらいまでで、これをね、一生懸命今日朝からやってたのよ。朝8時くらいに起きちゃった。12時くらいに起きたかったのに、本当は。公演時間全部出てるってよ。見て私は知らないけど、私は知りません。
公演時間出てるってみんな。何でもかんでもキアラちゃんに聞くのよくない。あ、本当だ。そう、フライヤー、そうだよ、上がってるじゃん。そうじゃん、私もフライヤー見たらいい話じゃん別に。いや、みんなの方が知ってること多いからね、マジで。私が一番知ってると思わない方がいい、絶対に。あったあったあった。あはあ、だってよ、私は見たよ。もあと3分です。だってあかん。久しぶりのリップグロス発売のためにか。8時に起きてるの早い。だよね、それな、わかる。私も偉いと思っている。愛ちゃんのことはキイちゃんに聞くのが一番。大体はそうね。まあでも愛ちゃんのことは愛ちゃんに聞いて私は私のことも知らないことの方が多いです。ちなみに何も理解しないまま生きてる、ふわふわと流されて生きてますので、ご注意を。だから今言われなかったら多分公演時間とかマジで知らなかったんじゃない知らなかったです。今見始めてみただって毎日なんか10時入りみたいな感じだったから、ああ毎日朝早いんだと思ってた。2分だよ。どうだ、あ、やばい、ちょっとランキング読もう。13位からいきます。13位ともひささん、ありがとうございます。12位コニーさん、ありがとうございます。11位森海さん、ありがとうございます。10位ひがちゃん、ありがとうございます。9位キーボブ愛好会会長まさひろさん、ありがとうございます。8位 C さんボーバーさん、ありがとうございます。7位ユーシーさん、ありがとうございます。6位木本浩二さん、ありがとうございます。5位のぶたさん、ありがとうございます。4位わさっぴさん、ありがとうございます。3位かこくりはらさん、ありがとうございます。2位たみさん、ありがとうございます。そして1位はひでこはるさん、ありがとうございました。明日劇場でね、ありがとう、待っているでこんばんはこんばんは。明日はね、稽古行ってレッスンして、怖い、サムネイル覚えてない全然、やばい。17日公演行きます。あ、明日ね、待ってます、ありがとう。ではまたね、また明日お会いしましょう、バイバーイ、またね。おやすみ。